おはようございます大衆がバラの香りになるというファビュラスなサプリメントの存在を知ったばかりの感覚知覚心理学におじさんです。今回は嗅覚についてざっくりと説明していきます。方法で消臭剤や芳香剤の広告を目にすることが多いかと思います。確かに食べ物の匂いは快いし、化粧品や香水に使われている匂いも良いものですが、 口臭、汗臭さ、ゴミ箱の匂い、カビや腐ったものの匂いなど、消してしまいたい匂いは多いです。感覚知覚心理学におじさんも大衆をバラにしようか迷うお年頃ですし、匂いは気になります。世の中には匂いを発する物質が数多く存在し、私たちは何万種類もの匂いを嗅ぎ分けることができます。しかし、 そのうち快く感じることのできる匂いは5分の1程度です。消臭剤や芳香剤が求められるのも無理はないのかもしれません。しかし、異臭というのは生物にとって重要な危険信号です。ラットの嗅覚を遮断してしまうと、非常に凶暴になります。危険を感じ取ることができないことに対する不安が原因であろうと考えられます。また 動物が異性を引き寄せるために使うフェロモンも重要な匂いの役割ですそんな嗅覚の仕組みについて見ていきます嗅覚は匂いを感じる感覚です急上皮・急細胞を受容器とし匂い分子を入力刺激としています嗅覚は空気中の匂い物質の分子が 鼻空上部の急上皮に到達するところから始まる化学需要感覚であす口腔内の食べ物から発せられる匂いが中咽頭を通って後方から鼻腔に上がり嗅覚系を刺激することもある呼吸と同時に匂いも感じています人は吸って吐いての繰り返しを毎日2万回近く行い同時に香りを運ぶ分子の流れに尾行を浸して臭いを感じています スナッフィングという鼻をクンクンさせて匂いを嗅ごうとする行動が嗅覚を促進しますこの鼻から息を吸い込むという運動によって嗅覚の注意系のトリガーにより眼下前頭皮質や離上皮質といった第一次嗅覚屋の活動を促すのです嗅覚は鼻にある球上皮に匂い物質がくっつくところから始まります この嗅覚器に作用して嗅覚を起こす化学物質を臭い物質と総称します。しかし、すべての化学物質が臭いを持っているわけではありません。化学物質の中でも4つの条件を備えたものだけが臭いとして知覚されます。まず、揮発性があることです。臭い物質は、それが含まれている物質から離れて水中や空気中を漂っていなければ、 嗅覚器に入り込むことができません第二に水溶性である必要があります臭い物質は球状皮の表面を覆っている粘液に溶けなければ球細胞受容体に作用できません第三に絶えず動いている必要があります鼻腔内に流れる空気の速度が秒速4メートル以下になると臭いを感じなくなります嫌な臭いを嗅ぐとを感じなくなります 私たちは反射的に息を止めます息を止めることで鼻に充満した臭い物質の動きが止まり嫌な臭いを感じなくて済むからです。4つの目の条件は匂い受容体に作用することです。どんな物質でも受容体に受け入れられなければ臭いとしては認められません。人は万種類以上の匂いを嗅ぎ分けられると言われますが臭い物質の分類はできていません。 色の三原色や味の5つの基本味に対応するものはまだ見つかっていません。クンクンと匂いを嗅ぐと、鼻腔の上部に空気が勢いよく流れ込みます。この部分には球状皮という組織があり、匂いを感知する受容体を持つ球細胞が並んでいます。球状皮は粘液に覆われており。 粘液の中に球細胞から出ている球線毛が広がっています球線毛にはたくさんの球核受容体が埋め込まれています球核受容体の種類は球細胞ごとに異なっており球細胞はそれぞれ匂い分子の特定の形を認識します人は約400種類の球核受容体を持つので球細胞も約400種類あることになります 球状皮には約400種類の分子センサーがそれぞれたくさん混在するように配置されています。臭いの分子が鼻孔に吸い込まれますと、その一部が球状皮を覆う粘膜中に入り込みます。そして臭いの分子が球線毛の受容体に付着し、臭いの分子と受容体のくぼみの形が合うと球細胞の内部で電気信号が生じます。電気信号は 嗅細胞ののの神経を通じて球上すすぐ上の救急という組織に送られます細胞からの電気信号は受容体の種類ごとに救急の子宮体という場所でまとまれます。そしてどの受容体が匂い分子をどれくらい強く認識したかという受容体の組み合わせの情報が脳の嗅覚やに送られ何の匂いが識別されます。 ここで認識された匂いは、記憶と関係する海馬に伝わると、六角橋の例のカレー屋さんの匂いだ。などと、過去に嗅いだ匂いと付き合わせて解釈されます。また、情動と関係する扁桃体に伝わるといい匂い、嫌な匂いなどの評価が下されます。視覚、聴覚、触覚、味覚のセンサーは、多くても数種から数十種類です。一方 嗅覚は、空気中に漂う数万種類もの物質を識別する必要があります。そのため、約400種類ものセンサーを駆使しています。人の鼻腔は結構広く、粘膜に覆われています。図のように、鼻腔内部は広く、取り込まれた空気はこの空間を通って気管に取り込まれます。 鼻腔粘膜には粘膜を分泌する傍慢腺が分布しており、上皮表面は粘膜で覆われています。この粘膜で空気に含まれるほこりや細菌を絡め取ることができるばかりではなく、病原菌やウイルスに対する抗体も存在しており、外界からの危険物に対する石所のような役割をしています。匂いの感覚器は鼻孔の上部、急上皮に配置されています。 この感覚器も危険を察知するための警報装置と考えることができます。急上皮は、急細胞、急核受容細胞です。この細胞は、一方に突起を伸ばし、その突起の先端にはさらに線毛と呼ばれる細い突起がありますが、他方は急細胞軸索を形成しています。その形は神経細胞そのものです。 この旧細胞軸索はそのまま指板と呼ばれる薄くて小さな穴を持つ骨細胞を通って中核に向かって伸びていきます。聴覚の有毛細胞、視覚の視細胞のように特殊な受容器細胞で最初の刺激を電気現象に変えて伝達物質を介して別の神経細胞に信号を伝えるという方式をとっていません。指示細胞はグリア細胞の一種で、 球状皮の形を整えています。重要な存在は上皮の基底部に存在する基底細胞です。これは新たな嗅覚受容細胞の源です。不思議なことですが、嗅覚受容細胞は神経細胞でありながら寿命が短く、1ヶ月から2ヶ月で基底細胞から新たな細胞へと置き換わってしまいます。 臭い物質は水や油に溶けやすい性質を持った比較的小さな分子です呼吸の際に取り込まれるものの鼻腔にとどまる時間は短くそれが効率よく嗅覚受容細胞に作用できるのはこれらの物質が粘膜に溶け込むからです匂い物質を認識しているのは 花の奥の球状碑と呼ばれる部位の細胞の表面にある受容体というタンパク質です。嗅覚受容体にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる形のくぼみを持っています。くぼみに臭い物質がぴったり入り込むと、球細胞はその情報を脳に送ります。人は数万種類の臭い物質を識別できます。それならば、それぞれの臭い物質に対応する。 数万種類の受容体が必要となるように思えますところが人の嗅覚受容体は約400種類しかないですたった400種類ほどの受容体でどのように数万もの匂いを認識しているのでしょうか実は匂い物質の多くはその分子の様々な部分で複数の受容体に結合します そして受容体ごとにこの分子は OH 基という構造を持つケトンという構造があるというふうに一つの匂い物質について断片的な情報を脳の嗅覚やに伝えています。受容体自体は400種類しかなくても受容体の組み合わせると約8万程度の組み合わせを作ることができます。人は匂い物質を感知した受容体の組み合わせによって 数万種類もの匂い物質を識別しています。このように、匂いの嗅ぎ分けは数百種類もの高性能なセンサーの情報を巧みに処理することによって実現しているのです。この図は、受容体の組み合わせで匂い分子を識別する仕組みを模式的に表したものです。1の匂い分子は、分子のどこかが受容体 A、B、D にピタッと入るので A、 B、D が反応します一方、2の匂い分子は受容体 A と D だけが反応します受容体 A や D だけでは1と2を区別できませんが ABD が反応という組み合わせと AD だけが反応という組み合わせを比較すると匂い分子1と2が区別できます。 バラののの匂いは15の分子の組み合わせででなるそうです実際に匂いとなり売る化学物質約40万種類あるようですが人間が嗅ぎ分けられる匂いは約3000種類程度のようですただし調香師やソムリエのような訓練を受けた人は約1万種類嗅ぎ分けられるそうです動物は 受容体の組み合わせで匂い物質を識別することで、持っている受容体よりもはるかに多くの物質を効率よく識別しています。そのため、もともと持っている受容体の種類が多いほど、受容体の組み合わせも増えるので、よりさまざまな匂い物質を識別できるようになる傾向があります。人は400程度ですが、アフリカゾウは1948種類。 犬は811種類とその数が多く、感じられる匂いの数も桁外れです。嗅覚の研究では、様々な匂い物質の指揮位を計測されています。ただし、刺激として提示した場合の匂い物質の物理量を定義することができても、 実際に臭い物質が鼻腔内に到達する量を規定することが難しく同じ物質でも提示の仕方によって色位置が異なるようですまた、位置の変動要因としては臭いの種類の関わらず普遍的に色位置を上昇させるカレーのような要因もあれば女性ホルモンのように特定の臭いの色位置を変動させる要因もあるようです また日常生活の中に存在する匂いに対して息地の計測を繰り返すと男性は色位置が変化しないのに対して女性は低下していくことが報告されています女性にとって不快に感じる男性の体臭でおなじみのアンドロステロンは暴露され続けると一般的に色位置が低下するようです基地の匂いは強く 未知の匂いは弱く感じたり、ある匂いが何か童貞できる場合、そうでない場合よりも強く感じる。ある匂いが対提示されている名前と合っている場合、そうでない場合よりも強く感じるようです。嗅覚には、視覚や聴覚と違う特有の性質があります。一つは非常に順応しやすいこと。 もう一つは記憶に長く刻まれることです同じ匂いを続けて嗅いでいると匂いが次第に感じられなくなりますこの現象を嗅覚の順応と言います順応は旧細胞の段階で起こりますが脳も関与していると考えられています嗅覚にはある一つの匂いに対しても順応しても数種類の違う匂いにはすぐに反応する性質があります また、順応した匂いと同じ匂いであっても、その匂いが強くなれば反応します。嗅覚は刺激に慣れやすいですが、変化には敏感なのです。順応することで動物は、匂いが新たに入った時に直ちにそれを感じて、それに対応することができます。香水専門店には、香水の瓶に混じってコーヒー豆の瓶が置いていることがあるそうです。おじさんは、 香水専門店に接近したことがないのでわからないのですが接近可能なお方は探してみてください香水専門店でいろいろな香水を嗅ぎ続けていると選択的疲労を起こしている旧細胞に全く異質なコーヒー豆の匂い刺激を与えることにより旧細胞を活性化する効果を狙ったものなのだそうです私たちの周囲にはいろいろな匂い物質が充満しています もしも嗅覚の順応がなければ人や物にあふれた生活には耐えられないのではないでしょうか嗅覚の順応は周囲の環境に適応するための巧みな機能なのですしかし順応の性質は事故につながることもあります都市ガスには意図的に嫌な匂いがつけられているのですがわずかなガス漏れの段階でガス草に順応してしまうと 気づかずにガス中毒を起こすこすとがあ動脈トレーニングによると、順脳の程度は刺激の持続時間、濃度、実験参加者の注意レベルに依存する。比較的早く生じる。順脳からの回復の速さと程度は刺激のマグニチュードと持続時間に依存する。ある匂いに対する感度は、他の匂いに暴露された場合よりもその匂い場合の方が低下する。 といった特徴があるようです。匂いには過去の経験を鮮明に思い出させる特別な性質があると言われます。この特定の匂いを嗅ぐことで、その匂いに結びついた記憶や感情が呼び起こされる現象のことを、プルースト効果と言います。小説家プルーストが失われた時を求めての中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸した時、 その香りをきっかけとして幼年時代の記憶が鮮やかによみがえるという描写で匂いが過去の記憶と強く結びついていることを象徴的に表現したところから来ていますヘルツは実験参加者に嗅覚、触覚、視覚、言語、音楽それぞれのモダリティと写真等を組み合わせて学習させこれらを手がかりに写真の再生を求めました その結果、再生成績間に刺激手がかりの差は認められませんでしたが、匂いを手がかりとして与えて場合、他の手がかりよりも、情動的に感じると評価される傾向がありました。自伝的記憶は、匂い手がかりで喚起されることが最も多く、かつその記憶の内容は情動的であることをハーズは別の研究で報告しています。 ウォークラは保持時間中に学習した匂いの名前、学習した匂いとは無関係な匂いの名前、学習した匂いとは別の匂いのいずれかが提示される、何もしない統制群の4条件で、学習直後の匂いの再生テストを行いました。その結果、学習した匂いの名前を提示した条件で最も高い再任成績が得られ、 学習した匂いとは別の匂いのいずれかが提示される条件では低い再認成績が得られたことを報告しましたこの結果から匂いの名前を用いた言語的な符号化処理を行うことでより匂いの記憶が保持されやすいことまたこのような言語的符号化処理の他に嗅覚的符号化が保持されている可能性が高いことの2つの可能性が示唆されました 特に保持時間が長い場合は正確で適切な言語的符号化処理が一貫して行われることで匂いの記憶が正確に持たれることが示されています。